安倍政権は幼児教育の無償化について来年10月からの実施を目指すことになりました。人生100年時代を見据えた経済社会システムの大改革に挑戦するのが人づくり革命、そして本日取りまとめていただいた基本構想がその屋台骨と主要政策となります。政府は13日に開いた人生100年時代構想会議で幼児教育や大学の無償化、高齢者雇用などについての基本方針を取りまとめました。このうち幼児教育の無償化については認可外保育施設にも対象を広げ、消費税率が 10% に引き上げられる来年10月から実施するとしています。また大学教育については低所得者層を対象に2020年4月からの無償化を目指します。取りまとめられた内容は15日に閣議決定される経済財政運営の方針、いわゆる骨太の方針に盛り込まれます。